果実小矢部苗がパリア・ミランダ・エイチラは、露草科の植物の一つ。矢部苗がに似てずっと小型である。多年生の草本。茎は直立して高さ7.5から40センチメートルまで。葉は、線状大形、楕円型で、長さ5から18センチメートル。葉は1.5から4センチメートル。葉の先端は少し突き出して伸びており、基部は、 次第に狭まって傭兵に連続するが、ある程度は傭兵が区別できることが多い。夏季は5から10月で、果樹は長さ4.5から15センチメートルで毛がある。花柄は長さ約4ミリメートル、3枚ある学編は長さ4から5ミリメートル、その内側に3枚ある花びらは学編より少し大きい。おしべは6個で完全なものが6個揃っている場合もあるが、 三コマで仮有イになる例もある。果実は計5ミリメートル。日本では九州南部から沖縄島にあり、国外では台湾と中国南部から知られる。本種の所属するヤブミョウガ属は大型になる総本が多く、直立する茎から中産果状を出し、放射奏症の花をつける、あまり強くさとは似ていない植物で、東アジアからアフリカに17種があり、 日本には本種以外に以下の2種がある。いずれも背丈が少なくとも50センチメートルにはなるもので判別はごく容易である。ちなみに前者は本州から九州で普通に見られ、後者は日本では石垣島の実から知られ、分布域もほとんど重ならない。ちなみに本種はその大きさ以外はヤブミョウガによく似ており、かつてはこの種の変種とされていた。 佐竹他では、小やぶみ苗芽は、やぶみ苗芽の記事内で、バリエーション、マイナー、ウォーカーの学名で記述があり、それによると、その分布は九州は、古式島と薬島、それに、琉球列島は、沖縄島、石垣島、西表島、となっている。環境省のレッドデータブックには取り上げられていない。県別では、鹿児島県と沖縄県で、それぞれ指定がある。 上木佐竹ほかに基づくと、この二県は本種の分布域すべてであり、その両方で指定があるのに、国で指定されていないのは、なかなか奇妙である。以下、種として、大橋ほか辺、P267 なお、初島にも当然ながら、本種の記事があるが、草竹が20から80センチメートルと、大橋ほかとは大きな乖離があり、分布にも、 アマから入り表までが入っている。口述の多種が混じっているのかもしれない。大橋保花編、P267 佐竹保花、P73。しかし、これが本州の記録であるなら、大橋保花編では、石垣、入り表はどうして消えたのかが不思議である。日本のレッドデータ検索システム2019年8月30日、閲覧、ありがとうございます。